はい、ということでアフターマリバーです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで本編に引き続きまして、私立恵比寿中学の小林香穂さん、そして中山理子さん、そして竹谷製パンの佐々木直人さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あ、なんか今日いつもより、ね、こう人数がこう多いっていう感じがしてね、なんかワイワイしてるなって感じがするんですけど、まあもう秋ですよね。秋です ね、すいません、日中のラジオみたいなこと言っちゃった。秋ですね。その確認いるみたいな感じなんですよ。すいません。で YouTube あのね、あのエビチューさん の YouTube なんか見てると、はい、父ちゃんがあの、はい、DIY に挑戦してたりしたじゃないですか。もともとものづくりとか好きじゃないですか。そうですね、うん、結構あの趣味的になんかやったりします、そういう。あ、でもやっぱりあそこまで本格的なことはできないけど、はい、うんうん、私グルーガンっていうのをよく使うんですよ。あ、はい、あのなんか接着剤みたいな、ホットボンドみたいな、なんか温めてっていうので、グルーガンをその接着に使わないで、はい、なんか立体物とかをなんか作ったりとか、なんかちょっとしたカゴとかも、なんかちょっとそっと入れ、お菓子ぐらいだったら入れられるぐらいのやつをグルーガンで、あ、カゴ作ったりもとかも、あ、そうなんだ。そういうなんかちょっとしたことはやってます。いいですね、なんかね、そういう時も季節関係なくというかね、秋なんか特にでもね、深くできるかなって感じがするんですけど、うん、確かに。はい、リッターもちなみに何かあれですか、こう物作ったりとか。わー、しないですね。え、ちょっと待って、リッター今眠い、大丈夫？ちょっと、ね、どっか見てた今。嘘、あれ、どっかパン食べてお腹いっぱいになった。本能で生きてるから野生だからね。だからそう、自由でね。そうですね。リッターでお写真撮ったりするのが、あ、はい、写真撮るの好きです。今も結構撮ってますか。はい、今あの連載、連載させていただいてて、はい、週一で、まあ、ほとんど私あのメンバーの写真をフィルムで撮ることが多くて、うんうんうん、それをあとインスタもそのアカウントを新しく始めて、はい、エビ中のトリコっていうハッシュタグで、はい、うんうん、写真を載せております。あ、そうですか。じゃあそれ次ね、はい、チェックしていただきたいし、はい、リッタン のインスタのやつにモミジをね撮った写真、すごい素敵な写真なんです。綺麗ですよね。すごい好きなんです。あれってご自身で撮ったの？はい、それ初めてカメラを買ったのが5年前6年前ぐらいで、そのデジカメで撮った写真です。すごいんですよ、あの写真。びっくりして、私も自分でびっくりして。あんな綺麗に撮れるんだってね。なんかアーティスティックなね、うん、感じの。さっきやっぱりこう聞いてると、やっぱ秋ってこう趣味的な感じでね、はい、なんか始めたいなとかって思ったりするわけなんですけど、佐々木さん、なんかこう趣味的 なんか趣味ですか、好きな感じであります か, ありますか。趣味は、いや、以前もお話ししましたけど、はい、まずゴルフですね。あ、ゴルフ、はい、下手なんですけど、はい、いやいや、体を壊さないと、はいはい、あとゴルフと、最近はですね、あのネット配信のドラマよく見ますね。昔のドラマよく見ます。あ、昔、すごい。昔のドラマっていうと、なんだろう、ちなみに、まあ、15年前くらいです。でも15年って2000年代。そうですね。生まれてるよ、5歳ぐらい。生まれてる。5歳ぐらいかな。ちなみに今はあるでしょうか。トンビっていうドラマ見てます。トンビ。おお。なんか知ったことある。わかります。小学生の時やってたんだよね。え、リータ、ちなみにトンビってどんなお話か、どんなっていうか、なんとなく出てた人とか。え、誰が出てました？佐藤健さんとか。え、そうだ。あ、佐藤健さんでしょ。ちょっと泣けるドラマです、ね。あれなんか全然違ったな。俺な、俺長渕剛だと思ってた。あれ？長渕剛。あれはトンボですね。あ、トンボ。だ。はず。生きるの。から始まる。それだから、俺だから長渕のトンボなんでリッターしてると思った。トンビね。トンビっていうドラマ。失礼しました、本当にもね。ああ、いいですね。結構古いやつ。はい。見るのが好きですね。え、そうなんですか。いいですよね。なんか時間的に夜とか作品を見るっていうのはね、いいと思うし。確かに。あの、何だっけな、日の丸醸造さんの内蔵見たじゃないですか。はい。その時に、なんか、なんて言うんだろう、こう、ゆっくりできるスペース、この和室みたいなスペースがあって、そこを見た時にポーちゃんが小説の話をちょっとされてたんですよ。ああ、そうです、小説を書いてみたいみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、これ書くってことはなんか結構読んだりはするんですか。あ、全然読まないしない。あ、びっくりするぐらい読まないけど、はあ、ええ、あ、でもなんかそのでも、ええ、最近小説ではないんですけど、うん、なんか辞典
をなんか言葉を急に知りたくなって、ちっちゃいなんかこうさっと出せるぐらいの大きさのミニ国語辞典的なやつですか、細長いやつ、細長いやつ、あ、私もそれかなんか感情の言葉辞典みたいな、はあ、なんか怒るだったら怒りについての言葉で いっぱい辞典載ってるとかそういうのを買ったんですけど、はい、まだちょっと読んでちゃんと携えているけれど、そう、なんかいろんな感じ、なんかこれはこの気持ちは何なんだろうみたいななってないからまだね、怒りの感情になかなかならないっていうね、そうしょうがないですよね、まだ開いてないもうイライライラって時今だみたいなこれ当てはまるイラつきは何なんだみたいな、もう探してる間に収まっちゃ う急に冷静になっちゃって、冷静になっちゃ そうえ、リータなんか反応してましたけど、その本を見たことは、私見たことあります、私もそれで言葉を知りたい時期があって、はい、えリータも知らなすぎるからね私たち、そう、それ聞いた瞬間 あれだなと思う、すぐ分かりました、え、持ってるんですか、じゃ あ持ってはいないです、はい、でも違う種類のなんかを買ったけど今は開いてないです、まあ、そうですね、なんかっていう時点でもう開いてないから、ね、家のどっかにあります、でもね、確かに言葉ってどうちくんね、佐々木さん、こうなんですか、言葉出てこないこととかってもうあるじゃないですか、しょっちゅうですよこれ、なんかうまいおしゃれにね喋りたいとか、なんかある時にね、スムーズに言葉で、やっぱいいですね、でもね、ネットで調べないで本っていうのはやっぱりちょっと思うところあったんですか、なんか持ってるだけで、なんだろう、ちょっと頭ねあれなんだけど、あの持ってるだけでもう頭良くなりそうみたいな、本を開いて、本開いたらみたいな、うん、確かにね、スマホ簡単なんだけど、やっぱりそういう本っていうものをね、携帯してるだけでね、意識が高まるっていうのは確かにあるかもしれない、うん、思って、え、長谷川さんは、え、僕はね、あのガンダムのプラモデルをね、おめちゃくちゃ作ってて、すごい、ガンダムって知ってますか、知ってます、知ってます、ガンダムは知ってます、はい、ガンダム世代ですね、あ、佐々木さんガンダム初期のファーストガンダム、はい、ガンダム、え、ちなみにガンダムって、うん、ガンダムに乗ってる人名前わかりますか、アムロ、お、すごい、あそこはわかります、アムロ行きますの、あ、すごい、すごいですね、ガンダムってね、はい、そう、そのプラモデルをねちょっと作ってるんですよ、すごい、これね今すごいですよ、今のプラモデルってね接着剤いらないんですよね、え、いらないんですか、いらないんですよ、パチ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 作れるんですよ、で最初はパチパチ作って納得したんですけど、色塗りたくなって、あ、色を塗って、でそこリッタもね、あの写真をほらインスタに上げるじゃないですか、うん、ガンダムの専用のインスタ作って、すごい、それ上げたりとかして、そのガンプ、自分で作ったガンプラを見ながら、まあ、あのトマトジュース飲むみたいな、あ、お酒じゃなかった、お酒は飲まない、トマトジュースをたしなみながら、カルクリータバカにしましょう、トマトジュースなんだ、バカにしてますねこれは、いや、ね、いいんですけどもね、はい、という感じで、うん、面白いですね、これ小林さん、例えばあのお酒をこう例えばねお家でちょっとこう、はい、ね、あの傾けながら飲みながら、はい、そういう自分作った作品みたいとかってあるんですか、うん、あ、そう、それはまだその楽しみ方は私知らないんですよ、本当、なんかカゴとかなんかね、なんかこう夜ね、うん、ちょっといいですよ、え、本当ですか、はい、僕はお酒飲めないから、でもお酒飲めた方が絶対いいと思うんですけど、いやいやいや、それ見て、うん、トマトジュース飲んでどんな感じになるんですか、ちょっとバカにしてましたね、バカにされてない、してないで、してない、してない、ちょっと聞いたなって、はい、いや、なんていうのかな、でもガンダムって当たり前なんだけど、ガンダムのプラモデルって立体的 で、うん、で色を塗ってデカールっていうシールみたいなのを細かいんですよ、ピンセットでつけたりするんですよ、楽しそう、だから出来上がりが本当にこれを俺が作ったのかなみたいな、なんか本当に私の子みたいな、あ、そうなんだ、なんで私の子、うん、みたいな感じで、いろんな角度でねちょっと見たりできる、こうポーズとかもこう変えたりするんですよ、そうなんですよ、変えられる、腕をちょっと上げてみたいな、ちょっと銃を向けてみたりとかして、で俺の方向けてちょっとやめろよってちょっとずらしたり、全部一人で一人だよなんて、でトマトジュース、トマトジュース、ね、健康でしかない感じ、健康、ね、そんな感じ、ちょっと、ま、覚えていきたい、そういう楽しみ方、ね、うん、あれでもちょっとあの秋とはねちょっとあれかもしれないけど、ウクレレをポンさんってね、そうですね、今かなり上達したでしょ、あ、そうですね、頑張って、うん、こう、あの実際に、はい、あの誕生日の時に生誕祭っていうあのソロライブをやらせていただいたんですけど、うん、その時に4曲弾き語りを頑張って、すごい、とりあえず4曲弾けるようになろうっていうので頑張って、はい、だいぶ、まあ、前に比べたらスムーズにこう、コードを変える手
とかも動けるようにはなってきました。うわーすごい。あれね、僕もちょっとギターをあのコードストロークぐらいなんですけど、ちょっとやったりとかして、すごいウクレレをねちょっと買ったりしたんです実際。いいですね。ちょっとあのロケとかで、うん、あのクレレ先生にちょっとねあの関わって、いいですね。 いいっすね。あれでもね、ウクレレも種類あるんですもんね、いろいろ、いろいろ、うん、あれでも歌いながらってめちゃめちゃ難しい、ね、だから全然あの手とあの歌が連動してなくて、あのついてこなかった最初、弾いたら遅れて歌みたいな一刻動作みたいな感じ、声が遅れてくる、すごい難しい難しい曲とかやってやっぱ難しい、いやですよね、独特のちょっと抑え、まあギターよりは抑える、ね、あ、そうですね、あのもちろん弦は少ないからあれなんですけど、僕ねそれこそえポーちゃんでも4曲やったんですか。頑張りました4曲。曲はちなみにどんな曲を、曲はあのバウンディさんの踊り子とあとエビチューの日記とあと岡崎体育さんのリュウっていう曲、バラードがあるんですけど、はい、それとあと井上あずみさんの君を乗せてを、4曲頑張って、バウンディ踊り子めっちゃ難しい、難しいかね、それでもでもね、やりたすごいですね、うん、ステージでそれを、うん、すごいですよ、やるっていうのはね、うん、これ僕ねでも実際ね、はい、こうちゃんではないんですけど、はい、あのウクレ買って、うん、せっかくだからつってライブがあったんですよ、うん、で僕ソロライブじゃないですけど一人で出たんですね、すごい、でウクレレ漫談をやろうと思って、すごい、めっちゃ練習してあの秋田弁でねウクレレを弾いてやったんですけど、すごい鬼のように滑って鬼のように楽しそうウクレレ漫談、あのそう練習の時は楽しかったしね、ちょっとリハとかではスタッフの人笑ってくれたんですけど、本番だと厳しい、厳しい、厳しかった、ちょっとみんなやっぱ弾いたんだろう、だから急にやっぱちゃんとね練習しなくちゃいけないっていうね感じがあったんでしょうね、いいですね、楽器っていうなかなかね、これアイドルの方ってこうなかなか触れる機会っていうのはねないかもしれないと思いますけど、うん、でもすごい今楽しんでいい、まだ続いてます、いいですいいですよね、それでね、はい、ウクレレちょっともう一回売っちゃったんですけど、あ、売ったんですか、早い、やっぱ滑ったのが傷ついちゃった、そうか、え、だいたいあの、はい、ゆきち何人ぐらいも、いや、あのゆきちゼロ枚のね、6000円ぐらいのやつ、じゃスタート同じだ、ええ、そうなんですよ、ウクレレも買って、ええ、眺めながらトマトジュース飲んでくれ、うん、今のは完全にもう滑ったなってトマトジュース飲んでください目が完全に録音してましたもんねガンダムの銃みたいな感じで今完全に録音されてましたね、なるほどリタ、ちなみにあのなんか始めたいなんかありますか、え、なんだろうな、はい、あでもあの写真はもうやってるので、うん、なんかムービーやってみたいなって、動画、動画もなんか撮れるようになりたいなって、はいはい、あとそれをつなげてなんか編集とかできたらいいなみたいなのはちょっとあります、いいですね、映像作品って作ってほしい、世界観がまたさらに出るから、はい、うん、これはねあの中山監督みたいな感じで、うん、もしかしたら今のは全然バカにしないですからバカにし合ってるいやでも本当にバチバチなんで今日バチバチですから編集とかね、やっぱりあのそれこそセンスとか個性も出ると思うんで、うん、個性出ますよね、じゃあ映像も楽しみですねこれ、はい、ちょっとやってみたいな、いいですね、ちょっとこれできたらちょっと佐々木さんこれはいいですね、はい、配信ドラマと一緒にこれはちょっとね行きたいところで、配信ドラマ見ながらなんか飲まれるんですか、普通にあのご飯食べながら、はい、お食事しながらご覧になって、はい、これあの、はい、スマホ置いて、スマホ置いてご飯食べながら、はい、佐々木さんとお酒は飲みますよ、はい、お酒飲めるの羨ましいないいですよねお酒ね、日本酒飲んでるのめちゃめちゃ幸せそうだったんですよはい、ということでね、皆さんも秋の夜長はガンプラを作ったりしましょうということで、皆さんありがとうございました、ありがとうございました。